ホライフニュースマイクラ支局の女性記者、蓬莱ライフがクールな話題をご紹介。というわけで、本日は、壁迷路です。さて、この迷路の最初の罪ポイントは、こちらのトラップドアを開け閉めすれば突破可能。ですが、わざわざツタのある場所を通らずとも、トラップドアを開いてしまえば、こんな大胆なショートカットができてしまいますし。なんだったら、わざわざ泳ぎの姿勢を使うまでもなく、立った状態でツタに捕まって攻略することすら可能です。アイディア自体は悪くないと思いますので、ぜひ皆様の手で、すごい壁迷路を作っていただけると幸いです。ホライフニューストピックスでした。ご視聴ありがとうございました。